株式会社博多ステーションビルは、福岡県福岡市で不動産の賃貸及び、管理、商業施設の運営を行う企業。主に、博多駅の商業施設を運営する。また、博多ステーションビルは1963年から2007年まで存在した同社が運営していた博多駅博多口の駅ビルの名称でもあった。本校ではこれについても合わせて記す。 かつて同社が運営していた博多駅旧駅ビル明治以降、現在の福岡市地下鉄祇園駅付近にあった二代目の博多駅の容量が逼迫したため、付近を高架化した上で、博多駅を東南に約600メートル移転することになり、1960年7月に移転後の新駅が着工された。これと時を同じくして、株主には国鉄や旧駅前に、 路面電車が乗り入れていた西日本鉄道のほか、九州電力、井出光鉱山、西武ガスなど福岡の有力企業が多く、なお連ね、典型的な民衆駅の一つであった。なお、福岡市も同社に出資している。駅は1963年12月1日に開業し、商業施設である博多ステーションビルもオープンした。駅ビルをオープンと同時に近い食堂街、 高価加盟店街も営業開始、遅れて1964年には地下街がオープンしている。駅ビルは地上7階、地下1階で、各テナントには、オープン当初は地元の淵上家が設立した対抗百貨店と専門大棚が入居していたが売り上げが伸び悩みわずか4ヶ月弱で撤退。後に北九州市の地場百貨店、伊豆津屋が博多ステーションビルとの共同で、 現地法人、博多井筒屋を設立して、以後40年にわたって、営業を続けた。他に、駅ビル内には、ホテル、ホテルニュー博多があったが1976年に、廃業、百貨店の拡張に充てられた。以後、数度のリニューアルが行われてきたが、大きな転機が訪れたのは2011年の、九州新幹線の全線開業である。敷地所有者である、 九州旅客鉄道は老朽化した博多ステーションビルの全面改築を計画。新駅ビルは JR 九州主導で改築されることとなり、2004年10月5日付で、九州旅客鉄道との間で2007年3月末をもって博多井筒や胸を売却する博多駅開発に関する基本協定書及び覚書を締結し、さらに2005年4月18日付で、 博多ステーションビルのテナントとの賃貸借契約の合意解約交渉を九州旅客鉄道に委任する委任契約書を締結した。この覚書等に基づき JR 九州と博多伊津屋の間で退去交渉が行われ新駅ビルへの入居をめぐって右与曲折があったものの最終的に妥結。2007年3月31日に駅ビル 博多ステーションビルは44年の幕を閉じた。建物は閉鎖後に解体開始、跡地に建設された新駅ビルは JR 博多式と命名され、博多駅畜畜地等の駅商業施設を運営している博多ターミナルビルによって運営されることとなり、直接的には博多ステーションビルの手を離れることとなった。なお、法人としての博多ステーションビルは、 現在もマイング博多駅名店街、博多駅地下街、博多一番街を運営する法人として存続している。すでに生産された会社を含む。ありがとうございます。